配信だった。はい。というわあれ？けでね、皆様、入れないこの？んばんは、ごきげんよう、来店です。インポスター、あ、イン入れポスターた。じゃねえ、間違えた。アモンインガスポ続スけてやっていきター まインす。ポスター限た定だきまま。なんインかあポれスだターよな、限こ定。のワーマモさんがこれ連れてるあれってなんか、コウさんが元ですかって。完全に、あれだよな、地球防衛軍だよいや、わかんないです。あれ？俺の絵描いてくれた人って。カフェさん。アフさん。あ、開けなし。あ、ありがとうございました。ん？ございあ、ます？ご めんなさい。そうです。私ですね。ありがとうございます。いえいえ、あんなかっこよ暇くしつてぶてしもならっのちゃっで。て。暇つぶしだったので、いい暇つぶしになりました。あ、どうも。アフさんありでお絵かき伝言ゲームしたら楽しいのかな？絶対わかっちゃうからな。カフェさんわかるからな。多分、わかっちゃう。多分あんまり楽誰かしわくかなる。い。あ、まっちゃう。カフェさんは楽しくないと思う。多分あんまり俺は楽しくない。他の人はめコウちゃめさんちゃ来楽るっしい。て。はーい。お、10人だね。お、いいね。何今入れ日はや飲んっだて、な。何入れやってたの？猫また入れる？ああ、猫いいまね。たってなんだっけ？釣ら猫れまたた、ら一一人誰人。か取られ取る。たら一人持っていく誰か。猫ちゃん。猫またやてれてる持って帰ったらどうなるの？にゃーん。あ、に猫または、ゃーん。あ、違う、てれてテレテる無ル理はじゃない。釣られるって扱いじゃないから。ああ、そっなるか。ほど。突然死だから。何もっとやってたの？ラバーズテレテル。あ、ラバーズ照れてる。ジャリパンさんに詰められるんだろうな、って思う。詰めないよ、僕。猫また入れる？違うのなんか入れる？詰めないよ。あと何あるんだっこれけ？詰め何てきがあてる。るんでしたっ詰めてけ？きてる。リーゼントカード。何があるか杖。覚えてこれない。先に詰め。ないわ。ない。あ、そっか、スパイと一緒に入れれないのめか。り込んでた。割と入れるとしたらマットメイトとかになるけど。じゃあ、猫そうまざたこ。いいんじゃない？そうざこのめくじ。猫かわいまた1そうだろ、入れマッまトメイす。ト泣いちゃうよ。でかわいも、そう。スパイ、なんだったっけ、スパイ2、マットメイト1、結構楽しかったけどね。あ、スパイ1、マットメイト2か。狂信村ね。そう、インポスター1みたいな。半分インポスター陣営っていう。まあ、楽しかったけどな。そう、ただ、インポスターが最初。恋人と、闘争ができないっていうのがきつい。あの時多分人数少なかったからそれやってた気がする。あれ？タバコどこ？掃除機かけてんな、生活音が。バリバリバリ言うたな。あれ確か8人だったよね。8 人でやった気がす8る人な。で4-4でやってたのね。うん。半分インポスターっていう。猫股1、スパイ1だっけ？マットメイト2でしたっけ？ああ、違うな。違うな。猫ような。股、猫股2。あ、そうだ。ああ。猫股猫2、股スにパ言ってイた。1、インポスター1、マットメイト2とかじゃなかった。あ、いや、だから、楽しスムそう。ラが2人か、1人か2人しかいなそう、かったスんムだラ1ね。人か2人で、猫股もタスクしなきゃいけないから、みたいな感じ。え、マットメイトは、どういう役職でしたっけ？ちょっと曖昧になってきた。インポスターのわからない狂人ですね。本当の人狼ゲームの狂人だね。あ、違うな。猫股に、てるてる1いた気すんな。テルテルもいたっけ？いや、もういこのた会気が話聞いてするだけでわ幸かんせない。だもんな。パイ1、マットメイト1、テルテル1とかした、そしたら。ああ、それかもしれない。めああ。ちゃマッくちゃト幸メイせトだ。の勝そう利だ、条件って陣何でし外たがっ4だったけ？から、テルテル合わせて4だったな。そうだ、インポスパス、イ、マットメイト、テルテルだな。そうだ河ね。野村。陣外が。やってることアホだよね。マットメイトの勝利条件が分からぬ。インポスターの勝ち。インポスターが勝ち。でもマッでトもメイトいい。はインポスター分かんないんだよね。わからない。ただただ狂ってる人です。あ、そう、動画で見て分かんなかったんだけど、竹雄がやってる弁当とか使えなくなるモッドってあれ何のモッド？弁ああ。あ当塞ぐやつ、れはね、知っ多てる？分俺らが入れたことないモッドだと思う。あ、本当なん竹か雄。新しい弁当とか作り出すやつだっけ、あれ。ああ、それ、しょああ、あぼすけやれさんやってか。なかったっけ？
そう、ショボスケさん。ショボスケモッド？ショボ、ショ、あれは確かまだ。別だよね、多分あれ。あの、ショボスケ。だけど、仕様なんじゃなかったっけ、まだ。なんか、お試し期間で、じゃんじゃん。リブハルトサーバーに別のモッド入れてやってるんだと思う。ああ。あの、au.liberhard.net 選ぶときに他のサーバーがあると思うんだけど、そのサーバーに他のモッドを入れてやってるんだと思う。この間入れてた、なんだっけ、インポスター、タウンオブインポスターとかもリブハルトサーバーに入れてやってたりするから。マッチョ。村さん来るのかな？スープにいるよね。スープに一人佇んでるからね。スープ？いや、なんか今こっちの、あ、うん、なんか打ってたけど。ママの方に打ってたよね。ちょっと声かけてこようかな。いいかな。まあ、食べ、お任せ。新役職赤ちゃんとかあるみたいですね。赤ちゃん？ワンワンおさんじゃん。ワンワンおさんだ。ワンワンおさんじゃん。私のためにあるじゃん。あれ？じゃあ赤ちゃんはどういう役職なん？この0歳から18歳まで成長するインポスター、小ささを生かした能力とはって書いてある。小さいんだ。あ、あの成人しないとスキルが発生しない。一瞬で分かる。確かに。いや、確かに多分違う。あの、人狼ジャッジメントで酔っ払いだと思う。誰もジャッジメントやってないね。うんと、成人したら成人したら自分の役職が分かる。それまでインポスターかどうかもわからないんじゃないかな。ああ、なるほど。ああ、他の役職と被ってる可能性もあるし、インポスターの可能性もあるみたいな感じだね。なるほどね。だからラバーズでクルーメイトだと思ってたら実はインポスターだったってやつ。あ、そう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 。でも成長が終わるまでキルクールが2倍になるって書いてあるから。あ、わかるわかるんだ。じゃあ、いや、だったら釣られちゃうからあれじゃね。赤ちゃん、赤ちゃん形は一緒なんじゃない？じゃあ。赤、いや、ちっちゃい。ちっちゃいんだよ。ちっちゃい赤ちゃんで、それがでっかくなる。そう、本当にでっかくなるんだけど、ちっちゃい状態でインポスターになったらの話じゃないかな。うん、そうです、そうです、そうです。でっかくなっちゃった。から、ちっちゃくてクルーメイトの場合もあるし、ちっちゃくてインポスターだったら、キルクルーの場合なんじゃない？なるほどね。だからちっちゃいからといって別に釣ればいいってわけじゃないってことか。多分そうだ、そういうことだと思うけど。ベルブロスみたいになった。なってるね。なんだよ。詰められてる、詰められてる。なんか詰められてる、なんか詰められてる。怖いなぁ。なんか怒ってきたんだけど。なんかダメだったんだろうか。あれ、あきさんじゃん。あきさん。今日赤いっすね。あきさん？あきさん、ほんとだ。あ、羽生えた。あきさんから返信来て、こっちもし終わって、時間あったら行きたいですって言ってたんで。ぜひぜひ。まあ、間に合うかわかんないけど。あ、赤取られてるよ、お兄ちゃん。実質取られてないから大丈夫。どういうこと？そうなるから。あなるほどね。そうなるのか。全員色チェンジとか変えてみたりする。あ、面白いな。いや、でも僕の真似でできるの多分ワンワンさんしかいないっていう。猫ちゃん？でもミヤさんとかもできるようになったんじゃんっけ。俺誰の？俺テキサーの真似してるじゃん。水吉さん。お、水吉さんちゃんと。ちょっと俺テキサーの真似しよう。あ、色変えやんの？いや、別に勝手にやってるだけ。流れで。ワンワンさん、ワンワンさんだけ無理なんだよな。私の真似できる人誰もいないんで。あれだけ金突っ込んでるからな。私の、もう私唯一無二の存在なんで。あ、はいはい。課金してこようかな。あれも課金してこようかな、今から。買えるじゃないの。全部買おうかな。パチッてやすれば終わりなんだよな。全部買えばいいですよ。もう高さんがいるんだけど。フライングしてんだけど。フライングこう。フライングこう。なんで原さんがいる。宮さん、それ誰だあれ、原さんいるの。あ、コウさん、本人、本人、本人だ。見落としたら来た。これいつ壊れるの、部屋。もう壊れる。多分そろそろ。あと20、偽物いたんすか。らしいですね。なんか今いますよ。
噂ではそうなってますね。噂。巷で話題ですよ。マジか。巷狭いなぁ。今行ってすぐテルテルつる？ああ、それかいいね。そうするか。オートミート起動したりってことか。そうさん、リブハルト .net で入れるようにしといてください。多分バージョン変わってないと思います。あ、俺。テルテル俺。嘘やろ？またインポスター。つってつってもう、はい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 、本当に本当に 3連続照れてる。つってやばすぎ。またインポスターだわ。またインポスターだけど、なんでだよ。部屋作り直すか。部屋変えない。最近多いよね、なんか連続役職。もう全然見られないんだけど、何この光景。あれあれ一生くるみえてなんだけど。早く脈が上がれよ。最初無名とかと思ったけど、来年さんか。あ、間違った、ジャルパンさんだこれ。やらかしたやつ俺な。ごめんごめんごめん。色しか見てなかった。はい。はーい、はいはいはいはーい、はいはい、よし、部屋変えんぞ。はい、部屋変え、はい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 、部屋変え、名前変えてこよ。ヤニだもんな、今ヤニ、今ヤニだもん。ヤニ、ヤニ、小僧。ヤニダメだよ。いや小僧だ。なんか5人いることになってんだけど。本当だ。あー、消えた。あー、消えた。あんまこのロビー見ないでほしいかも。なんで？あの、俺なんか役職聞いたら You はインポスターって書かさる可能性があるわ。あ、そうなんだ。ゲーム中見ない方がいいってことですよね。うん。あれ？え、まあ、早くない？みんな早くない？コード、え、これ？あれ、コード入れないんだけど。え、なんで君の名はが始まってるんです？あ、はい、あ、違う。コード、コード上だわ。間違ってた。え、コード上だ。え、なこれだ。これだ、これだ、コード。よし。よし。やべえやべえ、脳がバグるやつ来た。よくねえ。あ、一応入れてる。あの、一応入れてる。ヨガヨガヨガ、キャジャリ、キャジャリ。やばい色、やばいんだけど色。あずき色。あ、本物だ。浅川さん、ライデンさんする？ライデンさんにしようか。ライデンさんどれだっけ？黒。黒っすね。あれ、できるかな？うわぁ、頭バグるわ。でもこれ、自分で自分の首絞めそうだな。ペット飼ってないからいないんだよな、それ。コウさんとテイクさん変えてあげたらいいんじゃないですか？コウさん、私になれます？黄緑の葉っぱで。テイクさんがすごいことになってる。なんか、ライデンさん親近感湧くな、それ。あ、サッカーさん服、サッカーさん服着ればいいんじゃない？なんか、親近感湧くな、ライデンさん、それ。あれ、どれだっけ？ライデンさん。スーツ。黒いスーツ。これだ。なんかマブダチな気がする。あー、危ね。普通で始めるのか。テールテール1ラバーラバーラバー。え、このままやんの？いやいや、あ、これはこのままで、ね、次の試合は。まず一回やってみよう。テル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 1猫股1ラバーズオンで。はい、オッケー。テルテル1テルテル1猫股1ラバーズ、テル猫ラバーズ、うん、テル猫ラバー、猫または、猫また釣られたら誰か道連れにします。クルーメイト側の役職です。それでインポスター前一回釣ったんだよな。はーい。アキダンがそれでなくなりました。で、一応全部説明するけど、ラバーズの勝利条件は、あの、インポスターのキルでクルーメイトとインポスターが同一人数になるか、インポスターを釣り切ったら勝ち。タスク勝利以外で生き残れっていう。そう、タスク勝利の場合はラバーズ負けになります。ラバーズ難しいんだよね。テルテルは会議で釣られたら勝ちです。はい。猫または
クルーメイト側の陣営が勝ったら勝ち、タスクはやってください。猫またはね、それ以外の役職はやらなくても大丈夫です。それぐらいかな。はい、まあ、やってみよう。わ、なんか、自分の服着てる人いる。あ、ずる、ずる。俺ダメじゃないインポスターだー。早くない？やだー。佐久間さん、リンクして。あー、普通。はい。はい。というわけでね。やロボスの誰相方ずーっと高田と一緒だよ高田剣士いる剣士てるてるてるあの OC していただいて OC じゃねえやオーバークロック。間違えた。てるてるオーバークロック。オーバークロックしてる。めちゃくちゃ回転速くなる。オーシー。なんで1位入ってんだ僕違うぞ。いろんなせいだ。その格好のせい。そのよし。誰だろう。ムメタン、ムメタンなんだ、へぇ。ムメタン、役職何？ムメタン、役職なんだ。高3じゃないし誰でも名産に入るとかゴールしないと93386お、びっくりしたあ、ジャリパンさんかこれおうさん とりあえず坂尾さんか。あれ、あ、いいことなりだった。うわっ、しまった。ああ、やられた。やられてしまったよ。めっちゃ死んでる。サンル。やば。無名さっき見たな、でも。無名は、うん。見た見た、僕も。いや、無名、リアクター鳴ってる最中にコックピットの方に向かっていて、ただコックピットの方、最後俺行ってたんだけど、無名はいなかったので、どっちかのラバーズで引っ張られたかなって思ってる。あー、なるほど。なるほど。ただ、テイク、ね、いや、テイクさん。うん。あ、どうぞ。テイクさん、序盤に武器庫からキッチンの方向かってるのは見てるけど、めちゃくちゃ序盤。ちなみに、ライデンさんの死体の位置は、なんだっけ、視界が映らない。部屋の。写真のところ？暗室か。暗室。うんうん。だと思います。はい、メインの暗室。あ、メイン、あ、メインの写真のとこね。で、周りの情報を言うと、停電になる前にワンワンおさんがエンジンの近くにいたなぐらい。うん、上から来ました。ね、うんうん、多分リアクターの左を直してくれたのが、ワンワンおさんと、うん、いや、私直してない。いや、僕ですね、それは。誰だ？坂尾さん、黒か。ああ、
はい、黒でーす。もう一人か二人いる。色は変わってない。ライデンさんもいたはず、左に。ライデンさんも別にいたんですよね。あ、私もいました。左そんないた？あ、いたいたいた、3人ぐらいか。ママオさんとすれ違いになりましたよね。うん、なりました、なりました。昇降機。あれ昇降機、昇降機、昇降機鳴ってる最中、金庫室入った人います？いない。僕は見てない。あ、じゃあ、死んでる誰か、昇降機入って、昇降、金庫室入ってる。俺、金庫室に入って、真ん中のタスクから抜けてく誰かとすれ違ったから。昇降機鳴ってる時？昇降機鳴ってる時、俺無視して金庫室入ってんだよね。あー。あー、それすれ違ったかも。うん。その時にもう一人いたんだよ。ママオさんが金庫室から出てくる時に、もう一人入ってく誰かと。金庫室からは出てなくて、あの宿舎前のところ通って右抜けるときに皆さんを見てる、うん。うん。その先にもう一人いたんだ。そうしたら、うん、とりあえず違うのが、ライデンさんと水吉さんと高さんが左側にいて、右側の昇降機直してるのが作和さんなのを信任してるので、ジャリパンさんかカフェさんじゃない？うん。あ、まあ、まあ、名前出たんで、ちょっと俺の通経路言うと、うん、エンジンルーム、コックピット、エンジンルーム、メインホール、シャワー室で何をやってたかっていうと、ドアが開けられませんでした。うん、それはわかる。それは経路としてわかる。うんと、俺が多分カフェさんと一緒にエンジン沸きしてて、速攻でコミュニケーションになったと思うんだけど、その時に一緒にいたのがカフェ宮太郎と、あとテイクさんじゃなかったっけ。いやー、そこまで覚えてねえな。3人でとりあえず一緒にいてて、押します、っていう記憶はある。やっぱだから私はちょっと上下してないです。バグっちょる頭が。はぁ、はいはい、役職なんでした？ラバーズです。ラバーズです。僕が死んで、無名さんが引っ張られちゃいました。や、早く無名さんと合流しなきゃと思って、ね、探し回ってるうちに死にました。どっちがインポスターだったりしない？違います。違いますよ。はいはい。はい。なのでどちらかこの中、死んだ死体の中にラバーズいると思っていいんじゃないかな。なんか相当な数が左側で死人しているから、ライデンさん、コウさんが見つけたのがテイクさんなんでしたっけ。いや、ライデンさん、青の死体を、さっきの死体は青発見で、テイクさん無名ともに左側で見て、無名はね、無名はアーカイブで見てる。あ、ごめん、リアクターの最中に見てるから最終で見てます。うん、リアクターの最中にコックピットに向かうのを見てる。ちょっとわかんないけど、エンジン付近に向かってくる。え、一緒にアーカイブでやってたけどな。あれ？ライデンさんか？いや、あ、無名だった。俺だね、それ。え、あれ？黒。オレンジだよ。もうバーン。もうわかんねえよ。時系列がわかんない。一番本当に最後、リアクターなった、はい、あ、さ、終わった後かな。終わってアーカイブで。ああ、じゃあそれ無名じゃない。無名はリアクター鳴ってる最中、鳴り始めくらいにコックピットの方に向かってるから、多分アーカイブまでたどり着けないから。本当のラストですか？あの停電の時。本当にラスト。停電鳴ってる。私。あれ？ああ、水吉さん。自分じゃん。いや、違う。水吉さんはやってない。え？水吉さんはスルーしてってる。その後に誰かとやってるんだ。で、それがオレンジだったと思うんだけど。で、無名だったはず。いや、アーカイブ来てる。なんか2カ所で見られてるよ、それ。あ、でもリアクター鳴った後に停電が入ってる。うん、だから停電鳴る前ぐらいに、無名がアーカイブで見てるんだよ。わけわからん行動すぎ、無名。謎すぎる。コックピットは行って、あんたの弟や。アーカイブは行く。いや、俺の弟そんなに頭おかしくないと思うんだよな。終わったから向こう行ったとかじゃなくて、別にそれはどうでもいいよ。いや、それにしても経路がわけわからなくない？やばいやばい。そしたら無名死体の上通ってる。ベント使ってるかもしれないよ。いや、無名、いや、その経路って考えたら、コックピットからメイン、シャワー、うん、アーカイブって言って死にされてるならわかるから、そうやったら無名ってライデンさんキルしてワンチャンインポスター死んでる、ね、うん。ワンチャンそれありえるんだよ。だから今相方めっちゃ焦ってんじゃない？
あれ相方死んでるんだけど。あ、ラバーズで相方これ。そう、ラバーズで。そうだ、無名の、無名のいるけど、めちゃくちゃわけわからんから、本当にジャリパンさんがアーカイブで見てるんだとしたら、無名インポスターでライデンさん切って、どっかでテイクさんが相方に切られ、無名引っ張られた説はあるくね。いやでもそしたらアーカイブで見てる無名さんは生きてる無名さんってことに ならないといけないから、いやだからテイク、ね、だから相方がテイクさんを殺して無名が引っ張られた。あ、飛んだんだ。確かにね、あのいきなりいなくなったんだよね。ああ確かに。あれ急にいないなと思ったは思ったんよ。無名さんが劇団一人をやってたってこと。だから確かに言われてみれば恋人で引っ張られたのが無名だと思う。なら。そういうことか。確かに急にアーカイブのタスクやってていなくなってたから。そしたらテイクさん次やるのは。いや、うん、テイクさん。うん。テイクさんだし。なんか、インポスター死んでる前提だったら、まあ、ちょっと時間置いて、時間置いてボタン押そう。はい。あ、待って。あれ？あれ？ごめんごめんよ弟クソムーブでライデンさん探しててん俺。そう、僕も無名さん探してていねいねえと思ってライデンさん押されたのはどっちなの。ライデンさんです。僕です早くコミ直せよ。タスクの場所わかんねえよ。タスクの場所ぐらい覚えろよ。わかんないよ。なんだよ。覚えてるから全部いけてるよ今のところ。何もわかんねえよ。どこに何やんだよ。ライデンさん、ライデンさんって思いながらずっと探しててよ。あれ、ムメさんどこと思って。パンとライデンさんいねえ、ライデンさんいねえと思ったら、暗室にいた。暗室で死んでた。もうリアクターになってたら、リアクターの方行ったら会えるって思った方がいいよ。もうフルシカと少々もんね。みんな集まるから殺されにくいじゃん、そこ行った時は。どちらにしろ。いやー、ワンちゃん俺死んでライデンさん引っ張られたら詰めれるかなとも思って。誰に、誰にやられたんですか？サクラさん、ね、さんの格好をした水吉さん。ああ。僕の格好をしたサクラさんですね。ああ。よーし、助かった。あ、いや。早いね。お勉強しなきゃ。頑張れ、頑張れ。勉強は、間に合うの？あと、来週の火曜からテストだ。ああ、まずい、まずい。まずい。余裕でしょ。余裕でやばいよ。これ、負け説ない？タスクが、あ、そうか。ラバーズはどちらにしろ、あれなんで。タスクやんなくていいから。ラバーズは。あ、そうなの？せやで。え、俺今全力でタスク終わらしたんだけど。俺も今全力でやってるけど。あれ？ラバーズは、敵側だと一応。あれ？本気でタスクやってた、ずっと俺。すげえ、むっちゃタスクやった、俺。タスクの位置わかんねえって聞いてたけど、関係ねえじゃんと思った。むっちゃタスクやってた。それ黒くない？サカさん、それ黒なの？サカさんは黒ですよ。サカさん、うん、そうじゃない。違う、そうじゃない。サカさん、本当に黒ムーブです。あ、サカさん黒です。黒くない？その動き。切る？あ、しない。死んでない。おぉ。ってことは本当にインポスターやられてる。やられてる。これインポスター飛んでる臭くね。カフェさんが。セルフから帰ってきてない。セルフ。これインポスター飛んでるって、ライデンさんキルが無名でっていう推理が、なんだろう、ここで1キル起こってないことから、なんとなーく。そうだね。その推理つくけど、どうだろう。無名のアーカイブ目撃が割とわけわからんから。なったら、ジャリパンさんはめちゃくちゃ白目。本当に？うん、白目。本当に？まあ、コックピット行ってアーカイブめっちゃあれはあれ。大移動だな。
白目。で、テイクさんが初回の動きで、武器庫キッチンって進んでるところを見て、後半の方まで生きてたことを考えると、下位置ってセキュリティエレキのタスクやってる最中に死んだ、貨物の金庫やってる間に死んだ、っていうところが妥当かなって思うんだけど、どう？テイクさん右直してたんだっけ？ん？テイクさんリアクター直してたの？直してない。リアクターの右中直してたのはサクアさん。あ、いないのか。そもそもリアクターに来てないのか。うん、そう、だから、テイクさんは白。テイクさんは白で、エレキでタスクをやってるときに、発見ギリギリで切られた。ああ。ああ、はい。門番か。門番された。けど。え、そしたら最後ってお互い白そうな人を出せる人いないんですか？例えば高3は無理じゃないですか、うん、そうだ、最後のそうだ、テイクさんを切ってて無名さんが戻ってきてライデンさんが変なところにいるっていう可能性じゃなければ、うん、はい、うん、かワンチャンテイクさんがエレキから上がってきてテイクさんを切ってしまい、謎に相方が引っ張られ困ってレポートの可能性ない。うわ、確かにある。だから口封じのためにやったけど刺したいってなった可能性はなくはない。高3がちょっとあれか、相方が引っ張られたって言ってパニックってレポートボタン押しちゃったみたいな。ありだな。お宝になった。経路としてはありで、リアクター左側直す、その線を追わないんだったら、リアクターの左側に固まった人は割かし白いんじゃないかな。うん、難しい。水木さんと高さんじゃない？これも無理じゃない？うん、宮さん。俺、金庫にいるのはワンワンさんがちゃんと証明してくれるでしょ。あ、なんか見た気がしますよ。俺と黒石が俺と、カフェさん。でも右側直してるのは見てる。左。まあ、僕も、まあ殺せる位置ではあるかな。まあ、うん、うん、そう。ふう。あれだ、わけわからんムーブしたやつ。あの宿舎前でさ、はい。あの自分金庫入ったの自分なんだよ。宿舎前で 4,5 人とすれ違って、昇降機左のリアクター中に登ってってミーティング遅れ死んでるんだけど、 4,5 人とすれ違って誰にも見られてない。そもそも俺武器庫キッチンって行ってないしっていう。おっと宮さんと思った。宮さん。この人今日なんかバカだな。不調だな今日。ちょっとバカかもしれない。ちょっとこう今日この人ポンコツの日だ。ちょっと全員ポンコツだな今回。もう誰悪いと俺なんだけど。誰か死んでないかな。死んでないよ。お肉になっちゃえ。今のところ誰も死んでないよ。あ、兄貴死んだ。ナイス。え、テイクさんインポスターなの？違うよ。俺らラバーズでテクさんどうやって死ぬんすか？あ、そこ。兄貴の死体しか上がってないっすね。あ、これ、あ、これがあれか。そうだな。今んとこ高田健志しか死んでない。あ、赤死んだ、赤死んだ、ジャリパンさん死んだ。ね、負けじゃねこれ。だってもう、次行こうぜ。もう、ちょっと、お。お。さあ、面白くなってまいりましたね。ん？どうだ？ん？見た見た見た、どっか見た。リアクターが鳴る前か鳴る直前ぐらいで、エンジン付近でジャリパンさんともう一人誰かが右方向に抜けていくのを見てます。高さんが何言ってるか。武器庫で、ワンワンさんを見たんです。
武器庫、うん、武器庫、うん、言いました。はい、で、そこから僕は上に向かってって、うんうんうん、で、ジャリパンさんが上から来てるのは見た。え、なんか右のメインの方に抜けてったのを見たんですよ。僕はそこからメインに抜けてった。で、後ろの方は見てなかったかな。おさはメインに抜けてる？はい、メインの方。で、鳴り出したのを見て、左側に行ったら、サクワさんがいて、うん、右側を押そうと思ったら、アーカイブで使い方だって感じだった。アーカイブ。そしたら、カフェさんは、私は、まあ、あの、昇降機とミーティングルームあたりをずっとうろうろしてたんだけど、うん、うんうん、うん、だからカフェさんは無理かなと思って、サクワさんも、うん、張り付いてってくれたから。張り付いて。水口さんかこうさんかなっていう気持ち。そういう気持ち？正直黒い。もう一つ、はいはい、宮田さんの目撃があって、ほうほう、僕が武器庫で、やってる間に、宮田さんがキッチン側に抜けてくるのね。ああ、そうだ、コミュニケーション直したんだ。宮さんが。はいはい、で、その後にワンワンさんが来てるから、あ、でも私、すれ違ってない、宮さんとは。です。え？で、ない。うん。水吉さんの位置情報が知りたい。私、バイタル見て、宮くんが死んでたんで、はい、なんで、貨物、電気あたりをうろうろしてました。うん。でも見つけられなかった。その情報が正しいんだったらば、多分、その武器庫から右に行った瞬間に、君あたりで殺してそうな感じがするんですよ。じゃあ経路を説明すると、あれ、下の男なんていうんでした？コックピットじゃなくて、武器庫じゃなくて。展望デッキ。展望デッキでダウンロードをして、武器庫に行き、武器庫でタスクをやろうと思ったけど、高さんが近くにいてちょっと怖いなって思ったんで、そのまま上に抜け、って感じでした。で、エンジン入るあたりで右方向に抜けるジャリパンさんと、あともう一人誰かいるのを見たんですけど、ちょっと誰かが先行してて、その後にジャリパンさんがいて、ジャリパンさんの名前と色だけは見えたって感じです。うんうんうん、取りに行ける？すごい平均的に入ってる。押します押します。おもろいな、このゲーム。いやー、これは。なんかガバガバだったよ、本当に。これは本当にごめんなさいですね。まあ、多分、宮さん、そもそも僕の方が、武器庫キッチン行ってないっていう。は？なってる最中に、宮さんと一緒にエンジン通り、宿舎前で、一緒に、ほぼ一緒に金庫入って、で、あ、それでさ？うん。うわぁ！ガバガバだ。宿舎左とか、昇降機来たりとか宿舎前にいる 4,5 人とすれ違ったはずなのに誰も死人できてないっていう。あ、ん？ということはテイクさんと無名を見間違えてたってこと？自分がそもそもミーティングで死んでて。あ、そうなん？あー、これはごめんだ。いや、色ちゃんとしてたら分かってたな。あ、ないねお疲れ様でーす。はいはい、でも俺は俺がガバガバだ。殺してくれた。ありがてえ。いやー、ドキドキ。いやー、水さんありがたかった。殺してくれた。あきさんいるよ。あきさんいるよ。呼んでる呼んでる。いや、違う、いた。もういた。いる。よし、色戻そうぜ。最後一回、最後一回戻そう。ちょっと。ポンコツさらした。危ない。ああ、最後、最後入れてればよかった、自分に。いや、最後一応二ロイル前提で釣りは入れるべきだったかな。釣りは入れてほしかったな。うん。確かにな。でもあれ一人に切りですよ。青譲ってもらっていいですかね。あ、黒譲ってもらっていいですか。あ、ね、あ、強かったな。やったー。ミヤさんと無名がガバガバ。あそこの兄弟がガバガバだった。いやー、最後ハイデマンか、ちょっと違った。無名マジで。え、俺は。だから赤い行ったの。いや、俺はそのままみんなとすれ違った後にエンジンメインって抜けて、赤部でジャリパンさんと一緒にタスクをしてた。あ、やっぱそうだよね。無名だよね。そうです。
なんかもうめっちゃコックピットだからそれありえないとか言われてる。そう、こいつ何言ってんのかなと思って。さくらさん、それ私です。僕じゃないですか、水吉さん、それ私ですよって言われて。意味がわかんねえって。ダリパンさんごめんねえと思いながら。あれ、愛してあ、でもラバーズだったんだ。そう、愛してにしたいです、あれ。ラバーズが死んでるのは当てたからな。暗室にしたいだったんだね、うん、暗室にしたいですね。暗室になんかライデンさん入ってきたけど、あ、殺そうと思って殺したら二人出てきた。やべやべ。俺はライデンさんを探してたんですよ。そう、メインで降参させて次が次、あ、終わったとか思っとったら証言が出なかった、全く。くそー。1分前の自分に戻りたい。1分前の自分に戻りたい。いや、リアクター終わった後、ミーティング誰か来るから奥行って大丈夫だろうと思ったら死んだ。誰もボタン押さないんかーいってなった。うん。アキさん、マイクミュートじゃない？やば。喋ってないで。あ、よし。こんばんは。こんばんは。こんばんは。いやー、